はいどうも皆さんこんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということです。さあ、今回ですね、スノーマンからやむやむやむのスパイシーガール、こちらの方の、えー、ダンスビデオ見ていきたいと思います。早速出ましたね。7月7日に公開ということで素晴らしいと思います。収録ボタンよろしくお願いしますカウントダウン TV 見たんですけども、すごく良かった。うーん、あのね、これちょっと、まあ見ていきましょうかね。まずはね、レッツランゴー、ゴ さあ行きましょうおおああなるほどゆえんのあのこれの奥にあるってことねこのねもうパンツよねそもそもねおいー <laughs> すごいわすごいよほんとラウルくん

おーうんきたガーグーうんいやすごい角度やなヘイこっちか。 いやーあちゃんと、はいはい、はい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 すごいことしてるよきたここやくちく。いや

全部あれつながってるんですねハローハローからゆえんから今回のやむやむやむっていうふうに映像がちゃんとこうリンクしてるっていうところもいいですねうーんなるほどねあの <laughs> クレイジーフレッシュビートの時もそうでしたけどえっ、ー、と音的に結構こうツンカツッカツンカツッカっていうところに対して慌てないっていうところが本当にねすごいと思う振り付けとして 焦りが全くないんですよダンスの中にそれはもうなんか岩本君の性格的なものだと思うんですけどもしかも思いのほかあのね大きく動こうとしない方がかっこいいっていうところあー <laughs> ラウール君のこの体勢はもう。 何ののスニーカーカ履いてるのこれナイキかなうん赤と黒っていうね色味もちゃんとこうでここがポッピンの振りなのねえポップっていうのもそのどっちかっていうとこの形とこのヒットで見せていくっていうスタイルになるので あんまりその大きく外に動くっていうよりかこのの自分のシルルエット内でで踊っていくってていいくうジャンルなんですよねだからそれをこの最初の方に取り入れていくという時点でその「やむやむやむ」っていう今回のダンスっていうのはこのコンパクトな自分のなんですかね体の構造の中で踊っていくで焦らずにっていうところがポイントになってくると思います。 沢ちょっとヒットのああ打つね佐久間君のパートですねここもよねトレインする感じこういうところとか面白いな全体でその あとはその振り付けのこの角度で見せるところいろんなそのスパイシーなスパイシーなパートが盛り込まれているので構成としても面白いきた伊達様ここの照明好きですね背景黒くするのかっこいい。 ニャンニャン,ン,ンあーここのウォーウォーウォーのところももうこの範囲内みたいな感じですよね面白い <laughs> サビなのにここまでリズムをおこう 圧縮してめっちゃちっちゃいリズム取るっていうところが面白いこれでよく見るとこういうリズム取ってるんです多分皆さんの中でただそれを表面上に出していかないっていうところあえてでそのヤムヤムのところもここもこういう感じじゃなくてこのぐらいなんですよだから一番そのミニマムな位置で踊ってみたいな多分そういう感じだと思うんですよテイスト的にねだからいやあの全然頑張ってないですはい っていうそのなんですかね「<laughs> っ!」ていう感じじゃないっていうところが面白いすごくこういうのは性格ですねその岩本くんってんでしょう岩本くんの話になりますけどうん、まあ、こういうダンスのスタイルから見えてくるのはこううまく綺麗な部分を 見せようととするるころにこう美学を感じてるのかなっていう,ふうに思ううんその汗だくになったとしてもその汗は美しくなければならないみたいな感じなんか自分をかっこよく見せることへの貪欲さみたいなものは結構感じるんですよ。でそれはあくまでもやはりそのお客様に見てもらう誰かに見てもらう見られるっていうことだから。 頑張ってるっていうそのがむしゃら感は出さないみたいなポリシーをちょっと感じるんですよ振りからそういうところも面白いですよね性格本当に人間性出る <laughs> だからさらっとできて別にそんな自慢もしないっていうスタイルじゃないですか。 確かなんかバク転とかもともと身体能力高いじゃないですかだからできちゃうんですよ何でも,もうん何でも高得点出せるからこそそういうものをダンスに取り入れるというかそういうフィーリングうんこれぐらい全然軽くできますぜっていうね全然いや汗とか別にそんな書く必要ないんじゃないですかみたいな感じそれとあの楽曲がまたいい具合に噛み合うんですよね このちょっとパーティーな感じのソングのところであえてそういうテイストだからで今「ハーのところも「でんが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 でじゃなくてこれぐらいあえて小さくするっていうあとは動きが直線ですよねあんまこういうなんか回してく系はそんなに入れないかなみたいな <laughs> でもだからこそ揃うんですよね9人の動きがこう綺麗に綺麗にで崩すところはめちゃめちゃこううわにゃって崩してってタタ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 こういうのも面白いうん あのサビに入る前のどこだタタターチャカチャカタ,タタタタっていうところとか <laughs> さりげなく一瞬だけめちゃめちゃそのかっこつけるところとかさばさばさバッファ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 って入れてくるところとかねこれも面白いよな ちょっとスパイシーっていうところのこのちょっとインドカレーみたいなエスニックな雰囲気出す感じとかあ冗談だね岩本君のパンツ多分ね踊ってると超楽しいと思うこれ踊ってる側ってで なんかこう自分そんなに大きく動いてるつもりないのにみんなで踊ってみたらうわすごい揃っててなんかあこういうふうにかみ合うのねこの振り付けみたいなあ驚きみたいなものを感じてなお自分たちでニヤニヤしちゃうっていうダンスだと思いますこういうのは。うんそこらら辺も含めて上手いいいいでですすすねね素晴らしいと思いままナイスヤヤムヤム,ヤムでございます、ね はい。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。ぜひ。